ただいま。あれ、今日は君の方が早かったんだ。ただいまの中。ふふ。顔真っ赤。いつまで立っても慣れないよね。危ないから離れてって。釣れないな。で、今日は何作ってるのすっごくいい香りがする。うーん。わかった。ビーフシチュー。 当たりそっかそっか。最近寒いもんね。あ、お風呂も沸いてるんだ。なんか、至れり尽くせりだね。けど、君は後で入るって。ならさ、ご飯食べたから一緒に入りたいな。ダメかな明日、お互い休みでしょだから、 久しぶりに、イチャイチャしたいなーって。ね、お願い。いいのオッケー。じゃあ、早く着替えてくるね。うーん、君と一緒にお風呂に入るのも、久しぶり。君、また綺麗になったんじゃない君のこの体も、久しぶりだ。あれ、目がトローンってなってる。 何期待してるのふふ、<laughs> エッチ。けど、まだだメめ。ほら、まず君の体、洗ってあげるから。こっち来れば。俺のこの手で、隅から隅まで、綺麗に、洗ってあげる。ほら、おいで。まずは、首筋から。んー ふわふわなお肌だね。とっても気持ちいい。あれなんか、体ピクピクしてない。ただ、洗ってあげてるだけなんだけどな。それに、なんか声が変だよ。大丈夫 <laughs> さて、もう少し、下の方も、洗ってあげないとね。うーん、でも、 どうしよっかな。もう少し首の方を洗ってあげたいんだけど。んいじわるおかしいな。僕が何のいじわるをしたのかな。全然意味がわかんない <laughs>。ごめんね。君があんまり可愛いから、ちょっといじめすぎちゃった。ね、早く。 洗ってほしいもう、我慢できないのかな限界ふーん、正直だね。しょうがないな。じゃ、これからゆっくり洗ってあげるから。最後までゆっくり楽しんでってね。まだまだ夜は長いから、ね。